ちら深井町スクエアのステージにおきまして、未来のアニメーターになるのは誰だ、アリオヨ第1回バラバラ漫画選手権表彰式を行います。司会進行は私さくらゆうが務めます。どうぞよろしくお願いいたします。審査員の皆様にご登場いただきたいと思います。どうぞ大きな拍手。それではお一人ずつご紹介してまいりましょう。まず審査員お一人目は米子ダイナックス社長赤井貴美様です。どうも皆さんこんにちは、鳥取県の米子から来ました、アニメの仕事をしております赤井と申します。よろしくお願いします。お願いいたします。さて続きまして審査員お二人目は大阪芸術大学の講師であり漫画家の有馬慶太郎様です。実は出身が八尾市の有馬と申します。今回のねパラパラ漫画、とても皆さんの作品とか見るのを楽しみにしておりますので、よろしくお願いいたします。お願いいたします。そして最後の審査員はフェイト・ステイ・ナイト・イヤセキリ役など多数の作品に出演されている声優の門脇舞様です。皆さんこんにちは、はじめまして、声優の門脇舞と申します。フェイトなどお二人の先生方の作品など大変お世話になっております。たくさんの力作となるということで、もう私もドキドキして待っていました。素晴らしい作品皆さんと一緒に見れるのは楽しみです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。本日お越しいただけなかった皆様方には郵送で送らせていただきます。ユニーク賞は小松弘明さんの作品です。おめでとうございます。本当にもう一つ一つ全ての描写がユニークの塊だったなと。はい、門脇舞賞は杉本芽衣さんの作品です。おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。門脇舞賞は杉本芽衣さんの作品です。そのなんか登場の仕方もすごく工夫があっていいなと思いました。いや本当に可愛い。はい、有馬慶太郎賞ですけれども、一般の方で、井上仁さんです。おめでとうございます。思ったよりもやっぱり絵はかなりしっかりと描かれてるなっていうところとか、はい、そういうところを評価させていただきました。はい、はい、発表します。中井高美賞、小学生以下の部小田垣若菜さんです。おめでとうございます。お祭りだけじゃなくて、はい、お祭り行く途中のこの道すがら船を出したっていうそういうところの発想 の, 自由さユニークさに、感心しました。一般の部赤井高美賞は竹村直美さんです。
おめでとうございます。プロセスがとても可愛い、このうさぎのあれキャラクターグッズが欲しいぞと思わせてしまうような可愛らしさ。それでは、技術賞部門、子どもの部ですね、発表させていただきます。林めぐみさんです。おめでとうございます。タイトル知らなかったんで、タイトル知ってからものすごく面白くなってきました。確かにテレもありましたね。技術賞の、一般部門です。市村美君さんです。ものすごく考えて作っておられるなと思いますし、まあ、さっきもあの技術賞に選ばれるだけのことはありまして、やっぱり、ちゃんとこの描写の、ね、力がすごくあるっていうのが納得の上の作品になっているかと思います。さて、どなたが受賞されるんでしょうか。第1回アリオヤオパラパラ漫画選手権、最優秀賞作品はゆりさんです。おめでとうございます。見事最優秀賞に輝きましたのは小学生以下の部の林ゆりさんの作品でした。頭に火がついて熱いよ熱いよって、それで逆さになってドカンと打ち上げられて、うん、花火になっただけじゃなくてこうちょっとあのうんちも出てるみたいな、うん、盛りだく楽しいこと盛りだくさん、うん、まさにあの、子供さんのセンスが、はい、爆発し、なおかつ表現力も非常に安定しているというところで、うん、トータルにあの自由さ、パラパラ漫画らしい自由さプラス、はい、技術的にも安定しているということを加味してこれを最優秀作品にしました。はい、他にもですね、賞をあげたい作品がいくつもあったんですけど、はい、涙を飲んで結構時間かかったんです。うん、でその中で、この、最優秀この林ゆりさんということで、決まりました。本当におめでとうございました。今一度大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。ありがとうございます。違う賞も作りたかったよねって、一つ一つ の個性の違う作品を見てすごく感じさせられました。もしこれから第2回第3回と続いていくなら、本当に皆さんにもまたもう一度挑戦していただきたいし、その去年また前回と比べてっていうのもすごく楽しみになっていくんだろうなと思います。ただ見て楽しいっていうその一番、まあ、なんていうか現象的なものっていうか部品ということでありますか、そういう絵とかを描く絵を人に見てもらうっていうところの一番重要なものじゃそういうところじゃないかなと思います。そういったところをこうやってもう一度思い起こすことができる作品を、こうやって見せていただけてとても嬉しく思います、自分の表現ができる、そして作品を作るのは大変かと思ったら意外と本当にこうスーッと描いていくと、で自分の個性が出る。ですからこれを第1回ここをスタート地点にして、はい、世界の、アリオヤをパラパラ漫画選手権に育てていきたいと思います。皆さんも、また応募してください。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ね、いい気持ちをもうそのまま育て
けていっていただきたいなと。でもそこから本当にずっとね、なんかこうパラパラ漫画っていうのがこうどんどん広がっていって、まあ、簡単に作れるわけじゃない、はじめに。だからもう世界中の人がね、怒られてて、この八尾の名物。あれなんですけど、そこでまとまった形で見れたっていうのがとても良かったっていう部分があるので、これが量が増えてくるとまた見応えが増えてくるっていうところがありますから、ちょっとやっぱり次とか期待したいなっていう気持ちはありました。